谷原章介逆転負け喫した卓球男子団体にエール。張本さんで負けたらどうしようもない。谷原章介、1972年7月8日生まれ、1は日本の俳優で、おそらく日本国外では、不動、ザ・ニュージェネレーションの不動力役で最もよく知られています。谷原さんは、東京 FM 制作のポッドキャスト、東京24リビングサポーティドバイフレッツ光のパーソナリティを務めています。このポッドキャストは2006年1月7日に元横浜ベイスターズの投手、斉藤隆氏の出演で放送が始まりました。谷原さんは神奈川県横浜市生まれ、三宅恵美と結婚し、2007年10月に長女が誕生した、第8回ベストフォーマリスト賞で発表、現在は6人の息子の父親である。俳優の谷原章介、52、が8日、フジテレビ系、めざまし8に出演。パリ五輪の卓球男子団体準決勝に言及した。同試合で日本はスウェーデンに2対3で敗れて決勝進出を逃した。第1試合のダブルスは戸上俊介、井村屋グループ。篠塚大人、愛知工大が第1ゲームを先取されながらも3対1で逆転勝ち。第2試合はエースの張本智和、智和企画が3対1で快勝した。しかし、第3試合は戸上、第4試合は篠塚が落として勝負の行方は第5試合へ。張本が2対3で競り負け、痛恨の敗戦。3位決定戦、9日では中国とフランスの敗者と銅メダルをかけて対戦する。矢原は本当に惜しい悔しい負けだと思いますと試合を受けコメント。見てて思ったのが、第1ゲーム第2ゲーム試合を取ってて3、4と惜しい負け方で最後張本さんでしたけど、張本さんで負けたらどうしようもないなと思った。今日の負けは今日の負けとして切り替えて頑張ってほしいとエールを送った。